スクールクラフト軍はアメリカ合衆国ミシュガン州アッパー半島の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8485人であり、2000年の8903人から4.7%減少した。軍庁所在地はマニスティーク市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ミシュガン湖の北岸に位置している。軍名は ルイスカスの探検隊でこの地域を探検したヘンリースクールクラフトにちなんで名付けられた。軍域の大半が田園部と森林であり、その多くはイ合ワせ国立の森に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1883.69平方マイルであり、このうち陸地1178.11 11平方マイル。 水域は705.58平方マイルで、水域率は37.46%である。スクールクラフト軍田園部の道路以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍艦獄とスクールクラフト軍公共交通の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持。 公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。スクールクラフト軍は、 各八つの軍区に分割されている。軍内でアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されているのは以下の場所である。ありがとうございます。